はいどうもこんにちは、365日毎日ラーメンラーメンメロスです。今日はですね、あっさりを注目していきたいと思います。というのもですね、天下一品さんの、本社スタッフの方からですね、会長直伝の美味しいあっさりの食べ方があるとご紹介いただきまして、それをちょっと実践してみたいと思います。では早速行ってみましょう。お待たせしました。あっさりラーメンです。いやー来ました。見てください、醤油ベースと鶏ガラの素敵ないい匂いがしますね。これがあっさりの香りでございます。いやすごい素敵な香りがします。では早速スープからいただいていきたいと思います。見てください、これがあっさりの魅力ですよ。ボートラーメン特有の背脂が渦を巻きます。天下一品さんのあっさりの魅力、ドーン。本当ね、鶏ガラの出汁の効いたスープですね。このあっさりはいいですよ。そう、再発見。僕の周りの天下一品ファンの方々でも、ついついやっぱこってり頼んじゃってなかなかあっさり食べれないっていう人いるんですけども、これ本当うまいんで、ぜひ皆さんあっさりをいった方がいいですよ、これ絶対に。ということで、ここからはなんと木村会長がおすすめするあっさりの美味しい食べ方ご案内いたします。キーワードはこちらです。追加のニンニク薬味です。もともとこのあっさりにはニンニク薬味別に入っているんですけども、あっさりを注文するときにはぜひこのニンニク薬味を別皿で注文してみてください。そうしますとこういう形で、あっさりとニンニク薬味が別皿できますよ。でこのニンニク薬味をこの追加で購入するという形でございます。これが木村会長おすすめの食べ方です。これね、本当にうめんだよな、もっと食べてるぐらいなんだけどな。じゃあいきますよ。じゃあ全体になじませるためにニンニク薬味溶かしちゃいます。でもう全体的にいくようにしましょう。ああもう最高ですよ、これ見てください。そしていきます、もうニンニク薬味が絡んだ麺をそのまま僕すすらせていただきます。本当にこのニンニク薬味がさらに追加されることで旨味とコクが増すね。いや見てください、ニンニク薬味の絡んだチャーシューでございます。これパワーつきますよ、あっさりでもパワーつきますわ。これさらにですけど、ニラニンニク、これ一緒に食べたらまたうまいんじゃないかな。さすがこのこってりとあっさりを生み出した木村会長直伝の食べ方、さすがうまいですね。はい、というわけで今日は、木村会長直伝のあっさりの美味しい食べ方ご紹介させていただきました。ぜひ皆さんこってりとあっさりこれも行ってみてください。